はい、皆さんどうもこんにちは。今回は、第3回目で営業に出る時っていうことで、賃貸店で働く時に、だいたい1ヶ月間ぐらい研修をされたと思います。その中で、働き出しますよとかっていうことを皆さんに告知とかもしていただけたと思います。今日は営業に出ますという初日、この時に、どういった感じで今後やっていけばいいのかっていうことを、少し話せたらなと思います。まず不動産で覚えないといけないことっていうのはかなり莫大な量あります。物件の情報にしても、どんな建物がどこに建っているのかっていうこととか、そういうことも何年かかけないとわからないです。なので自分が新人だということは物件知らないので、そこでも成績を上げないといけないです。で、成績を上げないといけないということは契約取らないといけないので、その契約を取るときにやはり物件情報がないと契約は取れないので、まず必ずやらないといけないことは、お客さんを当たります。当たったときに先輩が絶対にいますから、先輩を呼んでください。巻き込むというやつですね。よく言われるのは先輩を巻き込んで物件を出してもらう。どこの不動産会社さんも今は協力体制でみんなで決めましょうみたいな感じだと思うので、物件は出してくれると思います。なのでそこまで物件を出すということには困らないと思いますので、まずは一人でやるんではなくて先輩を呼ぶ。で、ここで大切なのがあまり気を使わないっていうことです。もう営業に出だした時に決めることが先決ですから、これ気を使って先輩に声をかけたりとか、先輩が今食事中だからちょっと声がかけにくいなとか、そういうのはもう全く気にしなくていいです。まず声をかけて物件を出してもらう。で、お客さんがこういうことを言ってますってことをそのまま伝える。で、そのまま物件を出してもらって、お客さんに選んでもらって案内に行くっていうことをすれば、6割から7割は決まると思います。で、その中でどうしても一人でやらないといけないっていうことが出てくると思います。その時には前回も話しましたけど、自分のいいところは、強みは新人なので素人っていうところです。ということは、お客さんがいいなって思うものと自分がいいなって思うものは基本的に一緒です。なのでお客さんが言う条件をポータルサイト、今ホームズとかスームとかいろいろありますけど、そういうもので検索をして、これどうですか、あれどうですかって言いながら時間を稼ぐ。その間に先輩が帰ってきたら先輩を呼んで物件を出してもらうっていうことが、一番最初、この営業に出てすぐ、もう1週間目2週間目ぐらい、もう何もわからないっていう時にやることだと思います。そこから案内に行った時には、前回も少し話したんですけども、管理会社さんまでを走っていくとか、案内の時とかに車の扉をすぐ開けてあげるとか、安全運転で行くとか、一生懸命さを前面に出すっていうところがお客さんには響いて、じゃあこの人で決めようかなっていうふうに必ずなると思いますので、まずは物件が全く出ないとか、気を使って先輩に声をかけれないっていうことがないようにすれば、6割から7割は新人でも決めれると思います。はい、ということで今回3回目営業に出るためにまずはしていかないといけないことっていうことでした。で、次はもう営業に出てもうちょっと経った時ですね、1ヶ月経たないぐらいの時にどうすべきなのか、営業していくとしてどういうことをしないといけないのかっていうことを話せればと思います。ということなので、今回は3回目、また4回目よろしくお願いします。だったりとかしてくれたと思います。おい、終わった。4回目何喋ろ、ちょっと考えてないな。